藤原竜也がお送りしておりますスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ。さて今日はこちらのコーナー行きましょう、うん、最新の流行を探れタツラジトレンディ2023夏、うん、ということ来ました。これも何回目ですか？もう結構やってる多分4回5回やってます。でも楽しいよこれね。これ日経トレンディは何か関係あるんですかこのラジオと？ない、全くないです毎回出てきてますけど。そう、ね、年に2回ぐらい出てきてません？そうです。まあ、6月と、まあ、その、上半期と下半期で。ちょっと待って。すごいのよ、お腹が今日。今日、ここで食べようと思ってたから、俺。あ、そうなんですか。またなんかね、あの、シュークリームじゃない、なんだっけ、はい、あれとかね。マリトッツォ。マリトッツォとか食えるかな。ありましたね、マリトッツォね。世の中の流行に疎い僕のためにって、これ皆さん言ってますけどね。今もういっぱい知ってますからね。意外と藤原さんね、はい、あの時間があるからね、あの調べてんだよね。そうですよ、うん、で最近あのちょっと YouTube とか見るようになっちゃったんで子供から逆に影響されて YouTube とか見るようになったので、うん、大体のことは知ってますよ、うんうんうん、毎度お世話になっております日経トレンディの2023年6月号の特集が2023年上半期ヒット大賞ね。これがね、上半期下半期ブレイク予測ということで早速チェックしてみますとですね、なんかありました、うん、いやもう毎年やってんじゃないですか。そうね、え、大ヒット商品ってこと？まあ結構ヒット予測、ヒット予測、これもまあある程度流行ってるんですね。めちゃめちゃあるよこれ。富士屋ホームパイチョコだらけです。これかわいい、コポ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 、この絵が、まあね、ちょっと食べてみてください。藤原さん食べてください。僕はもうこれが2倍、従来品2倍のチョコレート量とゆるキャラによって若者の心をつかんだです。カントリーマームチョコまみれの姉妹品、どうですか？発売4ヶ月で14億円ってどういうこと？うまいめっちゃうまい、チョコまみれ、うん、何これチョコまみれじゃねえじゃん、チョコだらけじゃん。あなたが間違えたんですよ。めっちゃ美味しい、うん、これなんだろう、チョコ多くしたのかな。23年3月に菓子パイ販売金額ランキングの首位を獲得だって、うん、ただ本当はホームパイは昔からあるじゃない。美味しいですよね。結構こうボロボロする、はいはいはい、それをこうチョコでダブルコーティングするっていうね、すごいね。これはもうありそうでなかった。売れ行き絶好調、うん、うまい。売れ行き星3です。さあそしてこれは何ですか？上半期ヒットシャリモニグミ、何ですかこれ？パウダーのシャリシャリ感とグミ自体の噛み応えによる食感の良さが22年に入って SNS で拡散。23年3月にはビフィズス菌を配合するなどリニューアルを行った。おじさんグミ好きっすか？うん、食べますよ、たまに、うん、ガムとグミは。これシャリ、でもこんなにお菓子食べないよね。シャリモニ、うわー美味しそう。ASMR だっけ、なんだっけ、 ASMR、 ASMR な、どうせ藤原さんめっちゃうまいこれうまっ、うわ酸っぱい、うん、程よい酸っぱさ、甘みと、いいよね、シャリシャリということでシャリモニグミだ。これいいね、もう時間的にも我々3時のおやつで、うん、酸っぱい、うまい。またちょっとこのチョコだらけからのグミっていうのもいいね。うん。なんか、そんな普段お菓子食べないけど、たまにこうやっておやつ食べると美味しいね。うん。さあ、そして、上半期ブレイク予測。ガムからグミ、リニューアル。キシリッシュグミ。キシリッシュがグミになったんだ。ガムからグミになったの、本当に。こんなこと言った。ちょっと、もったいない、全部あげたら。あと持って帰るからでしょ。ガムからグミにってことはさ、やっぱり、グミの需要が増えたってことなのかな。まあだから、あの、ペーしないといけないからね。ガムの場合はさ。うわ、美味しい。めっちゃうまい、これ。うまい。ただ、ガム？味はどうですか？ガムですか？キシリッシュのガムの味します？もちろん。
で、それをなんか飲み込むっていう、なんかこう、ちょっと、いいのかどうかみたいな、ちょっとドキドキ感もあるんじゃない？すごい、爽やかになって、うん、浸透症って感じ。これ噛まなくてもちょっと舐めてたいね。ちょっと舐めてたいね。うん。舐めてりゃいいんだ、これ。で、飽きた時にさ、噛んで、でそのまま飲み込めちゃうわけだよ。うまいこと考えるの、これガムよりいいかもね。なんだろうね、これ、あの、ガム飲む人とかが、飲めるやつにしちゃえばいいじゃんと思ったのかな。うん。あとはだからグミの需要が増えてるってことなんじゃないの。意外とあの小雪シリッシュのガムってここペースするタイミングがあんま分かんない時あるじゃん。分かんない。ね。めっちゃ美味しいね。これだったらもう食えちゃうからさ。これは流行りますよ。あ、来ました。これちょっと飲んでみたい。いや、どういうことですかこれ。あれ？言ってもらっていいですか。ま、コーヒー。だこれ書いてあるの違います。コーヒーを黒ビールのように、うんうん。つまりコーヒーに炭酸が入ったってことですよね。え、これでもなかったっけ？コーヒーの炭酸のやつって。これコーヒーの、コーヒーソーダ？ちょっとこれは、タリーズ。嘘でしょ？コーヒー入り炭酸飲料が。ちょっともう、あの、開けるところから言ってください。あの、ASMR。ガッサータ。イタリア語で炭酸の意味。うん、継ぐと注ぐとクリーミーな泡が立ち、スタウトビールのような映える見た目も話題になりそうだって。なるほど。え、これどこで売ってるの？コンビニです。見たことなかった。っていうか気づかなかったかもしれない。初めて。うわー、来ましたね。あかん。あ、来ましたよ。いや、そのパチパチのやつじゃないから口開けなくていい。なかったね。どうですか味は。美味しい。さっぱり。うん。これからの時期いいじゃん。コーヒーで炭酸ってね。気づかなかったね。これマジなかったっけ、コーヒーで炭酸って。ないでしょ。聞いたことないもん。うまい。うん、気づかなかったね。どうですか。全く新しい。あ、そう。味です。僕ちょっとさっきのキシリトロがなんかちょっとよく考えるね。コーヒーに炭酸なんて誰も入れようと思わないじゃん、うん、いただきます。あと後味もさっぱりすっきりで、ほらごく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 いけちゃう。匂いがいいね。おもし、さっぱりだね、うん、このキシリガム食べてこれ飲むともうスースー、すっきりだね。もう食後これでいいじゃん。そうですね。ええー、全くもって分かんなかった。コーヒーを黒ビールの、めっちゃさっぱりだね。これあの透明のグラスにね注いでもいいかもしれないね。うん、新しい味なかったでしょ。昔から各社を出してるみたいなんですけど失敗を繰り返す。ほうほう。ああ、そう、やっぱそうだよね。ああ、いろいろあるんだ。まあ炭酸で割っちゃうっていうよりも氷入れて冷えたアイスコーヒーを飲んじゃうみたいな人も多かったんじゃない、うん、ただ、やったね、タリーズね、これね。やったね。うん。さあ、おもちゃこれもう知ってますよ。おもちゃも出てきました。はいはい。おもちゃ。え？笑い重視のユニークカードゲームが人気ですって。カードゲームに久しぶりのヒット商品が生まれました。いわゆるおじさん構文の気持ち悪さを競うおじさんメッセージや中華料理の名前を作るゲーム、はいはいはい、音速飯店などがこれやってましたね。え、どういう意味ですか。これね、面白いですよ。これ紹介してました。どうなんですかこのおじさんメッセージは。あのね、何これ、こう交互にねこう出していくんですよね、はい、いわゆるおじさん構文って知ってます。知らないです。あの絵文字多用してたりとか、はい、女の子に送る気持ち悪いメッセージのおじさんメッセージ、はいはい、おじさんがよく送る、はい、それを実際に作ってみて、お互いが、はい、で女性役の人がより気持ち悪い方をブロックして、ブロックされた方の勝ちっていうゲームです。ここで僕らが出せばいいんですか。そうです。ちょっと一緒にもらっていいですか。ちょっとこれやってみたい。やってみた。トーク画面、真ん中の画面っていう形に分けて、はい、基本カードっていうカードを3枚ずつ渡してます。でこのカードは、はい、あの今日あの要は LINE の始まりを
これで決めれるんですね。はい。で、ついさんもありますか、ね、はい。はい。で、まあ、こういうふうにセッティングしてもらって、トーク画面上っていうのと、一番下のラインの。はい。一番下のね。はい。はい。で、僕の方から7枚分カード山札から取らせていただくので、うん、その7枚を使って気持ち悪いメッセージを作り上げるっていう。制限時間2分以内。なるほど。へえ。これがもうヒット商品なんですか。じゃあ2分以内に。これめっちゃ霜もあるんだね。霜が結構多いです。まあ親父だからね。はい、へえ。俺これだな。これが流行ってんだ。うん。で普段自分が やりたくてもできない文章作れない。これでもさ。これちょっと自分の娘が聞いてると思うとちょっと考えちゃう。これってさ、霜じゃん、可能性。霜じゃないのも残ってます。俺できましたよ。本当に？ちょっと待って、俺ももうすぐできる。これなんか、ちょっと、これを女性に送ったらってことなんですね。そうですね。で、どっちが気持ち悪いかを。これ女性に送ったらなんか、どう、なんか、捕まっちゃうんじゃないの、うん、そういうのないのかな、うん、いいっすよこれ。はい、じゃあ全部やって言っていいの、はい、うん、あの止めて止めて、僕は送りました、はい、今日、はい、もっともっともっこりしちゃう、かわいいね、プリンプリン、ムチムチの見てほしいな。僕だったらこれ送りますよ、僕だったら。僕だったらってどういうことですか。そういうことでしょ。いやだからもう霜になってるじゃないですか。全部霜で書いてあることが文章になってなくないですか。もっともっと、あ、もうこれじゃ、僕こうやって単語で送ること多いですもん。あ、確かに、はい、藤原さん本当続けないよね。続けないです。バラで来るからさ、はい、なるほど、そうです。さあどうぞ。はい、僕はもう会社員ですから、はい、はい。お休みのところごめんね、もちろん汗マーク。ぶっちゃけ何カップ、また連絡するね、ふがふが、なんで返信ないの。これもう脅迫じゃん。それ最低だよな。絶対ブロックするよね、うん、で僕が例えば女性役としたら、はいはいはい、どっちが、うん、気持ち悪いか、気持ち悪いか、どうですか小林君。達也さんですか。意味わかんないもん。やったー。やったー。意味わかんないのも気持ち悪いじゃん。あ、まあね。これはさ、変な話、男性目線じゃないですか。そうです、ね。逆もあるんですか。ああ、おじさん、女の子にやらせたいよね。多分ないの。おじさんだけかい。あ、女性もちろんできるんですけど。はいはいはい、はい、その。おばさん公募。あ、でも次またおじさんメッセージ、おばさんメッセージ出るかもね。そうだね。面白い。これが久々に流行ってるんですよ。もうさ、ゲームにしちゃうっていうね、うん、その親父の気持ち悪いところね。だからこれ毎回こういろいろあるあるですけども、うん、これでまた仲良くなれることもあるでしょうしね、うん、面白いなこういうの。どうする、真剣に作ってたのにさ、気持ち悪いって言われたらね。普通に気持ち悪いって言う、悪いって言われることが、はい、うん、勝ちいいんでしょ、はい、うん、そうね。より気持ち悪くっていう、これは面白いじゃないですか。なるほどね。なるほど、ね。アナログゲーム流行ってますからね。流行ってますね。さあ、フィッシュプロテインバー。創業158年のかまぼこが美味しい、高タンパク質追求したフィッシュプロテインバー。え？あ、これか。まあ、それの類似商品ですね、今回。類似商品。うわっ、すごい。これまでまあサラダチキンとかいろいろあったと思うんですけど、はいはいはい、そうですね、プロテインバー一時すごくブームになって、フィッシュプロテイン、すごい、これですね藤原さん。高タンパク質プロテインバーってね、すっごい流行ってるんだよね。みんな食べてるもん、ささみチキンとか、ちょっとおやつ代わりにトレーニング後に。美味しいかどうかですよね。ちょっといただいてみますか。ちょっとこれちぎってあれするよ。うん、え、これも普通に美味しい。じゃあ何食べてるんですか藤原さん、ちゃんと。家じゃないんだから。普
通に。コタカマスティック。どうですか。なんの、この、プロテインって苦手な人も味があるから、食べづらいかなと思ったら、もう全然美味しい。うまい。これ?うん。サーモン?うん。ちょっと食べて。匂いがいいね。マヨつけたい。あ、マヨネーズとかつけたらダメな。意味ない。意味ないのか。美味しい。うん。これおすすめ。うん。うん、どっちが好きだった?個人的に。食ってないもん、もう一個。ホタテなんか、全部食べちゃう。ちゃんと食べたやつ。ホタテ全部食えちゃう?全部、なんかね。藤原さんどっちが好きでした?ホタテが食べやすかった。あ、そう。うん。そっから食べちゃいましょう、これ。うまっ!これうまいわ。でもまあ言ってもさ、マヨネーズつけたいね。うん。ちょっと七味振ったり。そうそうそう。俺はなんかブラックペッパーのマヨネーズつけたな。うん、マヨネーズ食ってる。これだからちょっと小腹が空いたらいいんじゃないですか。夜食でもな。うまい。これはうまい。これ会社にあったら嬉しいね。夜ね。これもコンビニとかで売ってるんですか。コンビニで売ってます。さあ続いては。うん。何ですかこれ。セブンイレブンカレーかりんとうまんじゅう。この辺はまあメールでいただいたんですけど、リスナーさんからいただいたメールで、まあこのかりんとうまんじゅうがめちゃめちゃ硬くて美味しかったりとか。そう。かりんとうまんじゅう硬くて美味しいんだって。そのままを喋ってますけど。ちょっと食べてみますよ。かりんとうまんじゅう。硬い硬い噛めない原骨せんべいみたいな。めっちゃうまいうまいかりんとうまんじゅう。うん、わかった。かち氷みたい。おいしい。よく考えるね。かっか。かったい。うん。中があんこだからしっとりしてんのか。ああ。外側がもう奥歯かけるぐらい硬くて。おいしい、おいしい。ラジオネーム、モアイさん。モアイ。あ、ラジオネーム、モアイさんから。カリンとマンジュをご信用に持ってですね。確かにそれぐらい硬いわ。ね。それなんですか、それ。ラジオネーム、ミカさん。久々にローソンに買い物に行ったら、ホットスナックのコーナーに、タンチキとか大人になった唐揚げくんなどがあり、進化しておりました、だって。美味しい!どうですか?めっちゃうまい。めっちゃうまい。マヨネーズつけた。それでこの炭酸コーラを俺は。そうよ。炭酸コーヒーです。炭酸コーラはコーラなのよ。炭酸コーヒーを流しても。さあこれは。炭チキですね。炭チキ。糖質 1.9、タンパク質 15g 1個で取れるんで。うん、え？お昼ご飯それでいいや。うん。うまい。濃いね味がね。うん。なんかお店の味だね、うん、それ俺は炭酸コーヒーで流し込む本当は本当はねお酒の方が。あ、これはもうビールですよ。うん、タンチキはうまい。共通して言えるのはこれ今まで食べたもん全部マヨネーズつけたい俺。デブの発想。いやめっちゃめっちゃ美味しい。うまい。まあそんなところで今年も、はい、はい、今年もこの一等商品面白かったですね。ね。てかもう全部初めて食べるものばっかりで全部美味しかったな。うん。あとエンタメ系でハリーポッターとかありました。あ、出てました。うんうんうん。ハリーポッターも出てました。今やっておりますから。そうです。ぜひ豊島園にできる。あ、そうですよ。そうだそうそうだ。まだ僕行ってないですけど、豊島園跡地にハリーポッターの新しいアトラクションね、うん、あ、書いてあるんですね。もうトレンディの方に。これはちょっと持って帰る価値があるな。毎回全部持って帰った。シャリモニ食っちゃっていい。食べてくださいよ。まだいっぱいあるよ。もう一個食べない。これ。あ、いや、みんな、うん、みんな大丈夫。自分で買って食べれるから。買ってみんな自分のお金で買えるから、あなたぐらいだよ。
ここにあるんだ。ハリーポッターにサイレント。うん。これじゃあ藤原さんが紹介した方がいいんじゃないですか、この。さあ、これすごいですよ。豊島園跡地にですね、出ました。ハリーポッターに再ブーム到来。22年の大晦日に全8作品がネットフリックスで配信開始。配信から5週間、全作品がトップ10入りし続けた22年7月に始まった舞台も好調。23年6月オープン予定の体験型施設にも期待が高まる。あ、だからこのハリーポッター、USJ もそうだけども、ハリーポッターの世界にこう。そうね。入り込めるんですよ。中でもそのアジアで一番盛り上がってるわけでしょ。だからホグワーツのあれとかニュースやってたもんね。ワーナーブラザーズスタジオツアーもあります。メイキングオブハリーポッターですから、うん、映画制作の裏側を体験ですって。ファンタスティックビーストシリーズのセットや小道具、衣装などが展示されております。うん、すごいね。イギリスに続いて世界2例目の施設ができるっていうから、それがここ日本っていうのがいいよね。誇らしげというかね。豊島園っていうのもいいじゃないですか。豊島園は我々埼玉っ子はずっと行ってる土地ですから。なるほど。はい。衰えないですね、ハリーポッターね。いやいやいや、もう素晴らしいヒット商品の数が。今日何が美味しかったですか。いや、どれも美味しかったですけどね。意外とこのささみのねやつ、プロテインも美味しかった。まあ、これインパクトでかかったですね。チョコだらけ、チョコだらけ。このかりんとう饅頭の硬さもあります。シャリモニグミ、ガムからグミへ行ったキシリッシュミントハードグミ。全部良かったですね。そう考えると外れはないというか、すっごい楽しかったです。ありがとうございました。さあ、今日紹介した商品、皆さんもぜひチェックしてみてください。スカイプレゼンツ、スカイプレゼンツ、藤原竜也のラジオ。藤原竜也がお送りしてきましたスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、あっという間にエンディングになってしまいました。たくさんのヒット商品、ヒット予測商品ですか、今日紹介させてもらいましたけど、これ知り合いにちょっともう自慢できるね。そうだね、こういうものが今あるっていう、キシリッシュは良かったな。さっぱりするよね。うん、口の中入れとけばいいから。ずっとこのコーヒー炭酸もなんか、そうですね、だからまだ知らない商品がいっぱいあるってことでしょ。うん、こういうものは全部今日いただいて帰りたいと思います。そういうと思いますありがとうございました。さあ、そして番組では質問やメッセージ、お悩み相談、番組で解決してほしい調査依頼などお待ちしております。メールの宛先は番組ホームページのメッセージフォーム、または達也アットマーク abc1008.com、 ツイッターの場合はハッシュタグタツラジをつけてメッセージを送ってください。また番組のホームページでは特別動画や過去のオンエアの聞き逃し配信も行っていますので、そちらもチェックしてみてください。それではスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、また来週お会いしましょう。バイバイ。